ルーシーよ。デイビッド。ちょっと来な。どういうつもり？何が？私の仕事を邪魔したわ。いや、おとなしく盗ませる奴がいるかよ。チラチラ私を見てたでしょ。まさか泥棒だったとは。どっかで会った？いや、多分初めて。いけるかな？あんた次第。運転、慣れてきたじゃない。天才。サポートシステムが優秀なのね。あ、そう。ここよ。一人？そうだけど。ふん。もしかして緊張してる？いや。初めてとか？いや。してないって。私も話したいと思ってた。え？あの日話したこと、あれは嘘じゃないから。誰かとやるの初めてだったっての。よかった。あれが全部嘘だったって思いたくなかったんだ。今も嘘ついてるかもよ。それは信じない。なんで？嫌だから。何それ。俺そんなつもりじゃ。俺たち別々の道を行く方がいいのかもしれないな。違う、そうじゃないの、デイビッド。どう、現状への感想は？気持ち悪い。抑制剤は何使ってる？何それ。嘘でしょ、イカれてるわ。でさ、できればそのルーシーも。今のチームにランナー2人もいらないでしょ。そんなこと、俺は君の方が。ねえデイビッド、もう少しだけ待って。ああ、分かった。君は俺と大して変わらないだろ。私は他に居場所がないの。それは俺だって。あんたと私は違う。どこが？俺が君を月に連れて行くよ。約束する。死んでほしくない。CPD も来てる。囲まれてるのよ。なおさら行かなきゃ。ダメよ、あた死にたいの。急いでデイビッド、間に合わなくなる。ルージ、俺。デイビッド、あなたならできるわ。ルージ。今はデイビッドの方が心配。でもあれを使われたら厄介だね。使われる前にやっちゃえばいい。あんた怒ってる？少しね。まあそりゃそうだ。確かにサイバーパンクになるには貧相ね。インプラントをあと一つか二つつけたらサイバーサイコになっちゃうかも。そこまで軟弱じゃねえ。デイビッド待って、さっきのは何？みんなには言うな。どういうこと？ねえ、あんたを見てられない。インプラントなんか外して。それはできないよ。なんで？母さんもメインも
何か俺に託して死んだ。俺はまだ何もできてない。そんなこと、だってそれ以上。俺なら大丈夫だよ。どうして自分は特別だと本当に思ってるの？サンデビスタンに耐えられたんだ。普通ってことはないだろ。人よりいくらか耐性が強いかもしれない。でもあなたは普通の人よ。ですからよこせよ。ごちゃごちゃ言ってねえで。あんたは誰だけ受け取ってるわ。デビット、ちょっと何？まさか酒も初めてなの？酒はいいんだけど。ん？炭酸とタバコは苦手なんだ。そんなやついるかな。本当だって。デイビッド、俺が時間を稼ぐ。やるしかないんだ。できないわ。あんたこそ本当に分かってるの？原坂の。やめようぜ。もう帰ろう、ルシー。無理してやることねえよ。黙ってな、デイビッド。田中を元のところに置いて全部なかったことにすれば。あんたいい加減にしな。デイビッド、ルーシー、大丈夫？何がどうなってるの？デイビッド。ああ、ルーシーも大丈夫。デイビッド、てめえ何やってた？言われてみりゃコーポのガキには見えないか。もうやめたよ、あんなとこ。問題児なんだ。死なないよ、ルーシーがいるんだから。デイビッド、もしかしたら二人とも助からないかもしれない。このまま逃げた方が。音が聞こえるのに。まだ生きてる。今日は様子が変だよ、ルーシー。やっぱなんか見たんだ、田中の中で。私は本当に。なあ、ルーシー、俺には言ってくれないんだね。できるって。すぐ行くから下で待ってろ。分かってる。パーソナルリンク経由で太陽光の熱を感じさせてるの。リアルな設定だと熱すぎてやばいから、人が感じて大丈夫なくらいにはセーブしてるわ。オフにする？面白いからこれでいい。何その格好。誰かとやるの初めてだ。そうなんだ。なんで見せてくれたの？なんでだろう。あんたには見せてもいいかなって。うん、私たちいいコンビになりそうじゃない？そうだね。平気よ。よかった。違う。あんた今夜空いてる？うお。デイビッド、やっぱり私が8で、あんたが2だわ。
どう？うまくやれただろう。まあ2割分の仕事はできたかな。3割だろう。冗談よ。変わらないね。また人の夢を背負って生きてる。気持ちはわかるけどさ、多分私は今はもう自分のことでは怖がらない。今怖いのはあなたが。繋がらない。デイビッド、どこ行く気？助けに行く。バカ、入れ違いになったらどうするの？待つのよ。デイビッド大丈夫？あいいでしょ。これ最高でしょ。月25万で行けるって意外と安いと思わない？行くだけならでしょ。まあそうだけど。覚えてんだ。え？ううん、もう寝るね。うん、おやすみ。デビット、できるって言いなさい。あは、でもさっきは。言うのよ。あんた、荒坂がどんなところか分かってない。見られてるのよ。私も、あんたも、やるやらないじゃないわ。やるしかないのよ。分かってるのよ。でも、あんたが言えば私、きっと。ごめん、ルシー。俺できるよ、君になら。いや、やるんだ、ルシー。デイビッド！入れたら死ぬのも分かってた。だから入れて欲しくなかった。死んで欲しくないから。この町から君を守る方法は、これしか俺は思いつけなかった。母さんもメインも守れなかった。君だけは守りたいんだ。私なんか守らなくていい。あんた自身が生きてくれていればそれだけでよかったのに。俺のことはいいんだ。何もない俺の代わりに、君が君の夢を叶えてほしい。それが俺の夢だ。そのためなら他の何を失っても悔いは。ファルコ、まだデイビッドが乗ってない。ファルコ、ファルコ戻って。ダメだ、デイビッドに頼まれた。今戻ったらデイビッドが犬死にだ。今回の仕事の報酬を預かった。俺とお前で分けてくれだとよ。それと伝言だ。月、一緒に行けなくてごめんな。ふぅ、すっげえ太陽あっつぇ。Thank you.